いつも先生言うとやろ。言葉じゃ人の心は動かない。動かすのは行動。行動変えないと。アメモプラス。はい、グース食べて。はい、サポーターが盛り上げんかよ、お前ら。なる。あ、わかるか、ショートサポーター、盛り上げろ。なる。はい、行け。もっとテンプル投げろ、バカだろ。なる。はい、そこでしっかりと意識しながらやっていきましょう。はい、でね、まあ今日は、まあ、オフやけどもしっかりと練習を行うっていうな、そういう日になりますなりました。でね、もうなんでか言うたら、もうやっぱりね、このチームはね、もう改革が必要よ。チームの改革が必要。なんでか分かるか、なんで改革が必要か分かるか、理由分かるやつおるか。はい、お、この前の練習試合2試合とも負けてしまって、2試合目に関しては5点も差が開いたので改革が必要とかですか。違う。前の負けはな、負けだけども先生、あれいい負けや思っちゃう。しっかり攻めの姿勢も見せれたし、まあ、機動力もかけました。あれはいい負けよ。違う理由や。わかるか。はい。お、来月から強豪校との練習試合がいくつかあり、プロや社会人野球のスカウトがいらっしゃるので、もう一度気持ちを作り直すことですか。まあそれも大事やけども違う。まあ、そういうところでも先生はもうそれぞれに任せるよ。答えはね、もっと重要、もっと大事な部分、シンプルよ。先生の指導者としての嗅覚や。ひもすぎ、匂う匂う。このままじゃダメよ。このチーム。はい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 、グーッと溜めて解放ね。あ、選手3人グーッと溜めて解放意識して。はい、お前ら選手3人はこのままに終わったら水分補給休憩ね。はい、オッケー。で、外役3人は まだ大丈夫や、その後掃除しとけ。ひもすぎ、ひもすぎ、ひもすぎ。はい、翔太、もっとテンポよく投げるバカだね。なる。はい、もうこれにはこれ一瞬の地獄や。まあとりあえずなんとかペース落としてみんなモチベーション低いし、このモチベーションって多分きつくなることはないわ。あ、吐きそう。あれ、山彦、お前どうして大学に行くために勉強する言うて野球部やめたのに。そうなんですけど、野球が、先輩方との野球が忘れられんくて、僕まだ野球に未練があったみたいなんです。今日から1週間夏の追い込み解放ウィークがあるって聞きました。僕も参加いいですか。最後に全力で皆さんと追い込ませてください。ダルダル。もう一度皆さんと思いっきり野球がしたいんです。ダルダル。山彦、お前、よし、みんなやるか。ダルダルダル。やな、やるしかないか。おいおいおい。はい、お前ら彼女とかおるの。ないや、いないです。お前が正直言うてんやぞ、お前。いないおらんの。しょうもないな。お前ら結構顔ええのに。ああ、どうも。うん、できたら報告せよ、ちゃんと。デートにしとらんの。いや、しないしない全然。全然時間ないんで、あの後オフください。おいおい、ほな練習して仕上がってくれ。どうも。そうか、それどうか。おらんのか、持ってないの。聞いた、お前ら3年僕のじゃないですよ。聞いたか、言うとんねん、雪村。聞きました。僕のじゃないです。え、ほんならこのヘルメットはじゃあお前のな。お前のやから自分で置いてんの。いや、違います。
練習やんけ、じゃチームのものやろ。誰かのものでもや、つらくなったらや、やってんちゃうの。こういう状況よ、今なるな、こういう状況よ。残念。どうする、どうするよ、どうするよ、どうするよって状態。はい、いやいや、どうするよって。頑張ります。帰っていい先生。帰ってもいい。帰っていい。ね、いい。いいやろって。で、どうしたらいいんですか、こんな状況のチーム。教えてよ。え？教えてよ。帰っていい。え？いいやろってや。何を教えたらいいのじゃ、こんなこともできん。いや、もうことじゃないです。あの状況には1年坊主がおって、それを教えるお前ら先輩たちが。こんな状態で先生は何を教えたらいいんだろう。じゃないや、先生のことが。帰っていいですか。だから聞いてんだよ、雪村。はい、はい。おい、待てや。お願いします。どないすんの、どうしたらいい先生は。今何許したらいいか。じゃあ許す、許して、はい、じゃあ練習しましょうで、今から練習できる。おい、分かった、じゃあ許すわ。許したらいい、許したら OK。 分かった、いいよいいよ。オッケーオッケー、今日はもう民家との職は言うたら練習できる、それチーム動く。もう先生が許し許さんの話じゃないや、もうどないしていいか分からへんや。おい、お前ら残念。ねえ、おかしいやろ。すいません、ここも前らな、なんか勘違いしとるんかもわからんけども、別にお前らって家やないぞ、ここは。黙れ。な、お前らが好き勝手していい場所やないぞ。黙れ。そんな散らかしてな、ぐうたらして生活送りたいんやったら、一丁前に、一人で自立して、自分の家で、自分のお金で、家を建てて、借りて、それで、黙れ。使わしてもらうとんね、お前ら。分かってる、そこ。何をすんねん、なんか私物もゴミもな。ほったらかしで部屋も。まだね、おととい、やっとった。新藤守君、高校、プロ注目高校生の新藤守君の、特集番組見た？見たやつおる？見てへん？見た？見ました。見た？どうやって？部屋とかすごい綺麗でした。強いの？やっとるんよ、強い子は。なる。高校生よ、まだあの子。
よっぽどだ。お前らよ。黙れ。悔しくない？悔しくない。情けないでね。情けなくない。先生は悔しい、情けない。みっともね。冗談を野球だけにしてくださいよ。ある。もうね、どうしていいか分からない、先生。はっきり言って。ベンチ散らかってて、ちょっと量来たらこれか。もういい。勝手にしてください。先生、知らないですもん。お前らで勝手にやればいいや。そこをね、しっかりとやっていく。いや、昨日も言うたけども、今日から、しっかりとランメニューを増やしていくか。なる。まだしっかりと走る米に耐える強い精神をやっていきましょう。なんか噂によるとな、造装大学が、最近な、ランメニューを増やしとるらしい。走り込みを増やしとるらしいよ、そうそうだ。いや、まあ、やはり、機動力を売りにしてるうちがね、走り込みの数には負けるわけにはいかん。なるほど。で、言ってな、いじめ坊主言うとけな。はい、造装に変えてると間違えてました。でやな、1日、25キロ、走っとるらしいから、そうそうだ。なるほど。燃えるな。紛れられんな。うちは、今日から毎日30キロ目指して、やっていきましょう。オッケー。しっかりと強い精神でやっていきましょう。カモン！よっしゃ！よっしゃ！全然わからんかな。何もやってきとんか？お前ら。うん。なあ。お前。何走ったの？お前。いけるぞ。行くぞ。いや、違います。頭使ったじゃん。はい、うん、はい、なる。今日お前は相手さんに何が勝った？なる。今日一日何で勝った？お前今日出てんだ。はい。じゃあ何で勝った？何で勝ちに行った？さっと出せや、そこで。なる、なる。なあ、ベンチでもええんか。ええ。そんな使うわけだよ。もう買っとるとこだ。ある？言ってみ。何買った？あいつさん。あるか？分からん、先生。あるって言ってみ。これって買ってますよ、うち。挨拶礼儀。動きの準備です。準備。全部だと無理よ、これじゃ。いける？これで。いえ。いえって何でお前なんかしようとするんじゃん。はい。終わってんのやろ、自分。はい。いえ。なんかしようとしてるんじゃん。これ？はい。まあ、変えよう。変えよう。これもじゃあかんから。で、お前ら、決意表明しろ。なる、なる。明日から、いやもうこのままやとから部活で、で、勝てんのかったわけやろ、このままじゃ。何を使ってんの？何をどうして変えていくのか。はい、しゃべる。おい、みんなのためと、自分は先ほど監督さんが言われた通りに、頭を使って野球ができていなかったので。できてなかったっていうのは、はい、俺に言われるのか、分かんのか。そうですね、先ほどお母さんに言われて気づくし、ここ気づくの大変です。はい。なので、グラウンド外でも野球の勉強をして、具体的には野球選手の動画を見るなどして頭を使ってプレーできていきたらなと思ってます。思ってます？思います。やります。やります。はい。絶対やる。はい。全員を取ったら一番早くいい。はい、行きます。はい。僕は昨日監督さんにも言われたように日常の、ちょっとお前らだ、もうさっきお前のせいだぞ。もう言われた通り、言われたようにってやめろ、やめてくれ。なる。な、
気づいたことしゃべってくれ。え、お前俺が全部言うな、分からんの。な、言われたように、さっき言われたように気づきもいるの。はい、僕は生活習慣の乱れもあって、そういうのもプレイで出ると思う。なので思ったじゃなくて出ますよ、はい、出ます、はい、で帰り道とかでも買い食いしたりとかお菓子とか食べてるとかそういう部分もだらしないと思う。だらしないのでこれからそういうのを一切なくしてやっていきたいと思います。水お菓子は、はい、小学生の半数ぐらいだって言ってる、はい、カリスマのスター選手が言うてるじゃない。誰お菓子くんな、ね